自動で繰り返されている。送信距離内の全ユニットに通達。こちらはグラディウス偵察部隊のスクライブ・ヘイレンです。認証コードアークス・ペラム・ナイン・ファイブ。我が部隊は目下負傷者を抱えており、物資も不足しています。支援ないしはケンブリッジ警察署拠点からの撤退を要請します。メッセージが自動で繰り返されている。送信距離内の全ユニットに通達。こちらはグラディウス偵察部隊のスクライブ・ヘイレンです。認証コードアークス・ペラム・ダイ・ファイ。境界線に民間人が。各自武器を確認。のためにくそ。もう待て、ビブ探したぞ。うう、遊撃をやめる。殲滅しろ。地獄へ送り返せ。撃たれた。ねえ、手助けには感謝する。だがここで何をしている？そっちが先に名乗ってくれない？時が来れば名乗る。ここに残りたいのならまず質問に答えることだ。ただここで生き残ろうとしているだけ。他のみんなと同じ突入の方法。あの野良犬どもを引き込む様子、少々信じがたいな。この近くの居住地から来たのか？それは全部必要な質問なの？あいつらとの戦いに手を貸してやったことにたまりはないでしょ。もっともなしてきた。もし不審者に見えるとしたら、それはここでの任務が困難だからだ。連邦に到着した時から常に攻撃を受けてきた。これからも協力を続けたいというのなら、ぜひ味方として戦ってほしい。協力はしたいけど隠し事は嫌い。あなたは何者なの？いいだろう。 BOS のパラディンダンスだ。向こうにいるのはスクライブ・ヘイレンとナイト・リースだ。偵察任務中なんだが、困ったことに支給品が不足している。上司に救難コールを送ろうとしているが、信号が弱くて届かないんだ。もしよろしければ続けろ、ヘイレン。警察署の屋根の上にあるラジオ塔を修理したんだけど、十分ではなかったかもしれない。何か信号を強めるものが必要です。目標はアークジェットシステム。そこに必要なテクノロジーがある。ディープレンジ送信機だ。施設に潜入し、送信機を手に入れてここへ持ち帰る。どうする？ BOS に手を貸すか？ BOS とは何？我々はテクノロジーの本質を理解しようとしている。その力を、人間にとっての意味を、その力を悪用しようとする奴らから守るために戦うのだ。人類はどのようにしてテクノロジーを悪用したの？最終戦争の前、テクノロジーは恩恵よりも負担の度合いを強めていた。技術の進歩がもたらした恐怖のいい例が原子爆弾、生物工学による伝染病、そして FEV だ。そのようなことが二度と起こらないよう我々はここにいるのだ。それは立派な目的だと思うわ。分かってもらえて嬉しい。我々が直面している事態の重大さを理解している者は BOS の他にはほとんどいない。さあどうする？手伝ってくれるか？ぐずぐずしている暇はない。行くわよ。素晴らしい。ヘイレン、リースを中へ連れて行って傷口を縫ってやれ。はい。リース、
よくなったらお前には境界線の安全を守ってもらいたい。わかりました。よろしい。ではお前の価値を見せてもらおう。警察署に向かい物資を補給して始める準備ができたら知らせろ。さあ行くぞ。いいかい大男さん、行くよ。わかったわかった、今行くよ。で、治療してくれるのかい？それとも何なんだ？どうかな、予後がかなり厳しそうだからね。どこかに連れて行って撃ち殺してあげる方がよっぽど思いやりのある行為かもね。まったく寛容な人だ、ドクター。くねくねしないで、包帯が負けないじゃないか。ダンス？移動する用意はできたか？なぜ警察署に前哨基地を設けるの？施設の性質を踏まえた上でここで武器や弾薬を探すのが戦術的に有利になると思ったからだ。屋根のラジオ塔は思わぬ恩恵だったが、明らかに足りない部分がある。修理が必要だ。キャピタルウェイストランドの奥にある要塞ほど立派な代物ではないが、我らの目的にかなってはいる。今話せるのはここまでだ。任務を続ける準備はできているか？準備完了よ。素晴らしい、ついてこい。遅れを取るなよ。ダンス？いいか、
静かに巧みに行動するんだ。ヒーローごっこや教本通りのやり方はなしだ。分かったな。なぜまたアークジェットに？ケンブリッジ警察署のラジオ塔から出る信号を増幅するのに必要な装置をここで回収する。それなしでは上の者と通信できないんだ。忘れるな、第一目標はディープレンジ送信機だ。気を散らすな。それと武器は下ろしておけ。流れ弾に当たりたくはないからな。人類のための棺桶があるとして、その蓋に最後の釘を打ち込んだのは企業の連中だよ。奴らは自分の利益のためだけにテクノロジーを悪用し、私腹を肥やし、その行為に伴う被害を無視した。この破壊の跡を見ろ。自動警備システムはすでに始末されたようだ。 BOS の手によるもの？残念だが違う。見てみろ、空の薬莢はおろか血の一滴すら見当たらない。インスティチュートの人造人間に襲われたんだ。インスティチュートとは何？対戦が始まった折に地下に潜った科学者たちの集まりだ。この数十年の間、テクノロジーが生み出した悪夢を連邦各州に撒き散らしている。人造人間？ロボットと同じようなもの？インスティチュートに作られたテクノロジーの悪用の典型例だ。アボミネーションどもが人類を改善しようという腹積もりだったのだ。許されることではない。奴らが存在すること、それ自体すらもな。警戒しよう。了解した。移動しよう。乱雑の極みだが、まだいくつか BOS が興味を持ちそうなものを持ち出せそうだ。ことを済ませたら、後の掃討および回収作業のためにこの場所を記録に留めておかねば。行き止まりのようだ。ドアを開ける方法が見つかるかどうか試してみてくれ。私は辺りを見てくるとしよう。
足元に気をつけろ。この辺りには電気が来ていないらしい。見てみろ、スクライブたちがここで派手にやったようだな。送信機があるのはコア最上部の制御室だろう。どうもエレベーターは死んでいるようだな。今は先に進んで施設の電源を回復する方法を探さねば。どこかに予備電源があるはずだ。主室のメンテナンスエリアを探してみてくれ。私はここで後方を見張っている。いいわ。エンジンコアの電力を回復。サーマルエンジン燃料供給完了。命令待機状態に入ります。命令を承認。カウントダウンを開始します。5。どうやらダウンコアは消えたみたいですね。攻撃を受けています。3。ステルス能力素晴らしい。2。1。エンジン点火。終了。性能評価は 96.7% です。なんてこと。大丈夫？もう少しで丸焼きになるところだった。だがこのパワーアーマーのおかげでどうにかバラバラ死体にはならずに済んだ。大切なのはまだ命があるってことだ。そして今なら送信機のところに行く道もある。急ごう。下に参ります。上に参ります。聞こえたか？誰かいますか？敵のセンサー読み取りを検知。来客だ。エルダー・マクソンのために。インスティチュートの命令に従います。敵を距離を詰めました。交戦します。調子アクシャットダウン。上に参ります。貯蔵庫に異常は見当たらない。移動しよう。
もっとすんなり行くはずだったんだが、ともあれ任務は完了だ。すんなり行くはずだった？うまくやれたと思うけど。雑なやり方だった。不意をつかれたことも一度や二度ではない。容認はできない。しかしながらお前の加勢があったからこそ我々は優位に立てた。私だけではこの任務を果たし仰せたかどうか。私たちいいチームだったと思うわ。そうだな。きっちり命令に従う市民と共に働くといい気分転換になる。それはともかく、議論すべき重要事項が2つあると思う。何よりもまずディープレンジ送信機を渡してくれ。それから作戦時における助力に報いよう。この武器が役立つだろう。一般的な BOS のレーザーライフルを私なりにカスタマイズしたものだ。戦いで役立つだろう。これを手放してもいいの？自由に使える武器はこれだけではない。 BOS ソルジャーは常に予備を携えているものだ。さて、次の事項についてだが、こちらから一つ提案がしたい。これまでいろいろなことが山のように降りかかった。任務は悲惨な結果に終わりかねなかったが、お前はよく平常心を保ってくれた。まるで兵士のような抑制力だ。資質があることに疑いの余地はない。私が見たところ、お前なら2つの道を選べるはずだ。あちこちをさまよい歩いてはわずかな報酬を求めてその場しのぎの仕事を受け続けるのに残りの人生を費やすか、さもなくば BOS に入ってこの世界に生きた証を残すかだ。さて、どう思う？入ったらどんな楽しみが待ってる？お前は我が配下に入ることになる。命令には従ってもらいたい。もう雇われ仕事はなしだ。本物の使命が待っている。高度な軍用兵器の使用および専用のパワーアーマーを持つことも許可されるだろう。そして何よりもまず BOS がお前を支えていく。命を守るためなら血を流すことも厭わない覚悟でな。申し出はまだ有効だ。当てにしてもいいか？参加できることを光栄に思うわ。その答えが聞きたかった。警察署に来てくれ。そこで詳細を詰めることにしよう。無事に会えたことに感謝します。我々にも運が回ってきたんですかね。ああ、任務完了だ。送信機はここにある。ついにやりましたね。めったにないほどのいい知らせですよ。お見事です。一人では成し得なかった。ヘイレン、リース、偵察チームに加わった新しい兵士を紹介しよう。相当に見込みがあるやつだ。適切な導きがあれば最良の同志となるだろう。偵察？何を調べるの？気にしなくていい。まず私とリースの話を聞いて、それが終わったら全て説明されるでしょう。へえ、じゃあ残ると決めたわけだ。取るものを取っておさらばかと思ったよ。ここに残るのが気に入らないようね。かもな。ミュータントやフェラルをぶっ潰すだけで骨が折れるって時だ。この上余計な厄介事を背負いたくはないんでね。リース、もうたくさんだ。好き嫌いに関係なく共に働くことを学んでいくべきだな。そしてお前の方も BOS の一部になるとはどういうことか理解しておく必要がある。我らは金で雇われた兵士ではない。一つの軍隊であり、厳格な倫理規範を命を懸けて守るものである。共にありたいならその心情に一抹の疑念もなく従わねばならないのだぞ。倫理規範だった？それを教えてもらいたいわ。アークジェットにいた時、もっと注意を払っていたらすでに多少なりとも学んでいただろうにな。あとは仲間と共にいればおのずと明らかになるだろう。まあ、お前がすぐにでも仕事を始めたがっているのはわかる。単刀直入に要点を言おう。何者であれ私が配下に求めるのは2つ。誠実さと敬意だ。列を崩さず共に歩む。命令を受けたらそれに従う。シンプルな話だ。さて、任務のためにお前をヘイレンとリースに引き渡す前にあと一つだけすべきことが残っている。これよりお前にイニシエイトの位を授けるものとする。まだ訓練段階の位に過ぎないため、これ以上のものを与えることは許されていない。
なぜイニシエイトより上に昇格させられないの？イニシエイトより先に昇格できる権利があるのはエルダーだけだ。送信機を稼働させた後で通信を行う。そうすれば今何ができるかがわかるだろう。ありがとう。礼などいらん。立派に仕事をこなし続ければそれでいいんだ、兵士よ。アドビクトリアム、イニシエイト。やつにはそいつの意味さえ分かってないんだよ、ヘイレン。アドビクトリアムとは勝利のためにという意味だ。我々の辞書に敗北という文字があってはならない。なぜなら我々は人類の未来のために戦っているからだ。我らの掛け声はお前のどんな武器より強い。そのことを忘れるな。あとは次の任務のためにヘイレンとリースへの報告を頼む。では解散だ。すみません。いいから、はっきり言え。何を企んでいるんだ？企んでる？どういう意味？いつもなら一目見ただけでどういう人間か判断できるんだが、あんたは違う。それが気になって仕方ないんだ。あんたは軍隊っていう感じじゃない。一匹狼だ。だからわからないんだ、あんたがどうしてここに残っているのかがさ。欲しいものも手にしたのにどうして出ていかないんだ？いつの日か息子を見つけるには BOS と一緒にいるのが一番いいような気がする。やれやれ、理由に関しては随分とご立派だな。いいか、ダンスがあんたを信頼してるから多めに見てやる。だが規則に従わずブラザーやシスターを危険にさらすようなことがあればあんたを必ず後悔させてやるからな。ではすぐに任務を開始するか、ヒーローさん。何か問題でも？お前の考えがよくわからないのでな。突然現れていくらか敵を倒したと思ったら急にパラディンダンスと仲良くなった。本気で BOS に参加しているのか、それとも何か探し物を見つけるチャンスを伺っているだけなのかわからない。いずれにせよお前がいくつか任務を経験するまでは見張っておくつもりだ。さて用意はいいか？準備は完了している。よく聞け。好き嫌いはさておき、我々の最重要任務の一つは連邦にゴミどもを近づけないことだ。つまりミュータント、グール、人造人間、クソ知識人どもがおもちゃで遊び始めた時に生まれたアボミネーションのことだ。この任務はシンプルだ。ターゲットまで送ってやるから奴らが故郷と呼ぶもの全てを消せ。必要な情報は全てここにある。仕事が済むまで戻るな。スクライブヘイレン、今でもリースに冷たくされているの？どうして嫌われているのかな？彼は嫌ってないわよ。リースには BOS の血が流れている。彼の頭の中にあるのはそのことだけ。それが彼の家族であり彼の人生そのものなの。もし何かが邪魔をしようとしても彼なら払いのけるわ。あなたたち二人の間に何かあるの？入隊したばかりの時面倒を見てくれたのがリースだった。世話をしてもらったし、いろいろなコツを教えてくれた。お互いの間にそれ以上の何かがあるかと思ったから、そういうふうに思っているのか彼に聞いてみたの。そしたら彼はこう言った。 BOS のことしか頭にないってね。彼の人生には他のことが入り込む余地はないってことね。それ以来そのことについては二人とも触れていない。ねえ、その仕事に戻らないと。リースを心配しているなら今やっていることを続けて、そのうち彼も考えを変えるでしょう。最初の任務を受ける覚悟はできた？そもそもスクライブは BOS のために何をしている？パイロットや兵士があらゆる任務を行うために必要なことすべてよ。科学調査、修理、戦術計画、ありとあらゆること、技術的な仕事すべてを行っている。もちろん私はフィールドスクライブだから兵士たちと同じ戦場にいる。だがたまにはトリガーを引くのもいいものよ。いずれにせよこれ以上退屈な説明はしない。任務を開始する用意はいい？ええ、よかった。やってもらいたいことを説明します。 BOS の最重要任務の一つは
爆弾が落ちた時に失われたテクノロジーを回収し保護すること。回収してもらいたい遺物の場所を記したリストがある。回収したものはスクライブたちが分類し詳しく調べる。ほら、これで最初の遺物を見つけるのに必要な情報が全てわかる。幸運を。気をつけて。
いいニュースを持ってきたんだろうな。終わった。その調子ならお前も本当に肝が据わってきたと信じ始めるべきかな。さ、ところでパラディンダンスの元にいて任務があると言っていたぞ。次の任務の準備ができたらいつでも言ってくれ。あの異物の件はうまくいった？ここにある。よくやったわ。さあ、いつも技術を探している。また行きたくなったら知らせて。今すぐはできない。大丈夫、少し立て直しの時間をとって準備ができたらまたここに来て。おかえり。準備ができているなら新しい任務がある。ごめんなさい、まだよ。やらなきゃいけないことが山積みだ。出発の準備ができたら戻ってくるように。